なんだかな、東鳥居があるじゃないですか、この裏側、はい、あそこに火花ができ、咲くじゃないですか。ちょうどなんだろう、はい、鎌倉観光協会主催かな、やぶさめ、やぶさめあった後に必ず東鳥居に彼岸花ができる、咲くんで、はい、私あの写真も撮りに行くんですよ、毎年。そうですか。はい、なんか機会があったら、あの月富士のお墓周りのこと